スープとか料理を食べて見えないんだけど、こう おいしいみたいな、美味しさが来るみたいな。あとやっぱり日本食っていうのは食事の盛り付けがすごい綺麗で、お客さんが見て綺麗だなって思ってくれるのがすごい大事だなと思います。名前は道彦新道、新道道彦で、年は50歳、ラーメン作ってます、ブラジルで。生まれは日本の群馬県高崎市ってとこで生まれました。で、18歳まで高崎市に住んでて、それからは東京に行きました。まあ、13年前に旅行できて、まあ、料理作るのは元から好きだったけど、まあ、本当にだからこの料理をやろうかなと思ったのは、ブラジル来た時に、2回目来た時、その時にラーメンを食べたんですよ、こっちで。ラーメンを食べて、でもそれがとてもまずかった。とても美味しくなくて、これだったらちょっと自分ね、日本で勉強してこっちでブラジルでラーメンを始めたら面白いんじゃないか。それからですね、ラーメン。まあほぼもう今も一人でやってるんで、なんかもう自分でペーラ行ったり、市場、いろんなとこ行って、レシピは、まあ結構だから多分これを足したらもっと美味しくなるっていうものがあると思うんで、まあこれって決めないで毎回、もっとこれを合わせたら、もっとこれを引いたら美味しくなるなっていうのがあると思うんで、それをやって、あとはお客さんの顔です。お客さんの顔見て、美味しそうな、あ、これ美味しいんだなって思ったらそれをもっと取り入れるとか、そういう感じで自分の考えとブラジルの人の好みとか考えっていうのを合わせて、まあ、自分が作る料理はなるべく嘘をつかないで、ちゃんと自分で納得した食材を使って作って、でなおかつ体にいいみたいな、それをお客さんに提供したいです。はい、嘘のない料理、こう純粋に、一生懸命だから自分で一生懸命作ったラーメンがお客さんがこう食べて、いや美味しかったよとか、ミントボーンとか、マラベリオーゾーとかね、ね、パラベンスとかいろいろ言ってくれて、多分それがすごい嬉しいし、僕のこう活力も、もっとだからね、美味しいもの作って、みんなが食べたことないようなものを作って、お客さんを喜ばしたいな、それで喜んでくれたら、それがやっぱ嬉しい。